博物館展示のレイジオラマは、展示物とその周辺環境、背景を立体的に表現する方法で、博物館展示方法の一つである。19世紀初頭、フランス人風景画家で後に、写真発明家となったルイ・ジャックマンデ・ナゲールが、画家ジャック・ルイ・ダビットの弟子シャルル・マリプートンと共に、従来のパノラマに代わる、新たな投影装置を開発し、ジオラマと名付けたのが最初である。 箱の中に風景画と展示物を置き、その箱の一つの面に設けられた窓から中を覗くと、照明などの効果により、本当に風景が広がっているかのように錯覚させる見せ物として人気を博し、明治時代に日本でも流行した。ジオラマは、明治時代に入ってきたフランス語由来の外来語であり、国語辞書にも掲載されている一般的な言葉である。日本では、 情景模型とも呼ばれる。プラモデルの作品展示に多いが模型をより効果的に見せる手段として一般的な展示方法である。模型雑誌によってはフランス語発音に基づいたディオラマや英語発音に基づいたダイオラマと故障表記される場合もある。また小型のものを特にビネットと表現する場合もある。鉄道模型においては規模の大小や 情景の有無にかかわらず、模型車両の運転を楽しむものを英語由来のレイアウトと呼び、小規模で車両走行を主目的としない、飾ること、見せることを主眼において工作密度を高めたものをシーナリーセクションと呼び、区別している。これは英語圏及び日本で一般的である。日本においてフランス語由来のジオラマの故障を使うこともある。 一例デジタルカメラには、撮影モードに、ジオラマモードを含む機種もある。実際の風景を、ミニチュアのように映し出すもので、そういった意図的に被写界振度を浅くする技法は、本城正しきが2006年の写真集、スモールプラネットで体現していた。ありがとうございます。